よし、シーズン明けた美琴プロデュース続きからやっていこう。あ、ダンス流行1位いいね。じゃあスポットライトのせいにしちゃいましょうか。いや今度はタブレット、これでも飲んで落ち着いてくれ、飲み物でいこう。どう、行ったんじゃない。うん、いつも通りの味きた。よし、いけそうだな。よし、これは完璧。よし、オーディションはまあ2位だけどクリア、いいね。成功みたい。お、アイドルイベントラウンドリー、雨すごいな。練習終わったら車で送ってくって美琴に連絡しても見ないか、直接行った方が早いな。いやそうだね、絶対見ないね。だいぶ分かってきたね、美琴さんのことが。いやでも最初から最後までずっとストイックだっていうのはめちゃくちゃいいよね。いやめっちゃ降ってんな。なんかこの一枚珍しいな、こんなんあんま見たことない気がする。着いた。あれ、美琴いないの。え、珍しいな、雨だから早めに切り上げたのか。でも美琴ならたとえ豪雨でも練習続けそうだよな。うん、そうだよね。なんでなんだろう、体調が悪いとか。ちょっと心配だな、これはマジで。何があった。ロビーにはいないけど鍵は返却してないみたいだし、どっかで倒れてるんじゃないのか。いるとしたらあとはランドリールームくらいしか。あ、コインランドリーのこと。そこは行っちゃダメだよ、そこには入っちゃダメですよ。え、そんな展開にはならないでしょう。ねえ、シャニマスで。お、あーなるほど、服が濡れたから一旦乾かしてんのか。あーなるほど、はい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 、いや決していかがわしい想像をしていたわけではありませんよ。はい、なるほど、よかった。ミコト、プロデューサー、はーい。ああ、飛ばしちゃった。いやー、雨がすごいから帰り送っていこうと思ってさ、もうこれはちょっと待ってくださいね。これは聞かないとダメです。プロデューサー、どうしたの？はい、ごめんなさい。ミコトの使ってるレッスン場を見に行ったんだけど、いなかったから。探してたんだ。ここにいたんだな。そうだったの？連絡くれればよかったのに。確かにこの状況なら連絡したら見ることができたよねってわかるかい。ミコト練習中なら連絡しても見ないだろうと思って直接伝えようと思ったんだけど、レッスン場にいなかった時点で連絡すればよかったな。あ、確かにそうだね、普段は別にちゃんと連絡つくんだもんね。おお、すげえ、コインランドリー。おお、そうだね、普段からそんなに何かに熱中して連絡つかないやべえ子ではないんだ。はは、最初から連絡してればこんなにぐるぐる走り回らなくて済んだよな。そんなに探してくれていたの、ごめんね。でもありがとう。まあでも何かあったらどうしようっていう思いが結構ね駆け巡ってたから。見事は悪くないよ、でもここにいるとは思わなかったから探すのに時間かかっちゃったな。見事が帰る前に見つけられてよかったけど。ふふふ、おー、まあ、雨で濡れたんだろうね。この間もプロデューサーに言われたから、おう、こまめに水分補給しようと思ったんだけど。ああ、なるほど。ドリンク T シャツにこぼしちゃって。あ、雨に濡れたわけじゃないのか、普通にこぼしちゃったんだ。はい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 、そうだったのか。家の洗濯機の調子が悪いから、うん、ここで洗濯しようと思って。なるほどね、でも相当疲れてたんだね、ドリンクこぼすぐらいっていうことは。その間に少しコンビニにも行ったんだけど。あー、雨が戻ってこようとしたら、あ、急に雨が降ってきて。それで服ごと濡れちゃったのかな、全部。それは災難だったな。うん、本当にね、私がいつもと違うことをしたから雨が降ったのかも。ネガティブ急に。そんなことないよ、大丈夫。いつもと違うことをしてもいつも通りにしても天は君の味方ですよ。いやー、そんな。それか、やっぱり水分取れってソラも言ってるのかもね。おお、プロデューサーみたいに。これです、間違いなくこれ、水分補給を倒れないようにちゃんとしましょうっていうことだ。どうした？洗濯多分あと30分くらいかかるけど。30分、そんなのデレッセ10曲やったら終わるから全然気にしなくていいよ。それまで待っていてもらうことになっても
いいの？いや、全然いいよ。今、イベント中だから、10曲やるぐらいすぐだから、マジで。ああ、もちろん。構わないよ。そう。じゃあ、あと少し。いやー、なんかいい雰囲気。あ、眠たいんだ。なんだ、ミコト、珍しいな。眠いのか？まあ、普段、だいぶ寝不足だからね、この子。うん。そうみたい。そうみたいなんだ。なんか、実感があるわけではないんだ。洗濯機の音って、なんだかすごく、眠たくなるの。ああ、でもわかるな。わかる。結構わかるな。そしてバブリーだしね。何を言ってるんだ、俺は。終わった。いやー、でもなんか、こういうほっこりした一面も見れたのはいいね。よし、流行1位だから踊っていても増刊号ぶち込んじゃいましょうか。よし、オーディションは問題なく1位。素晴らしい、うん、成功みたい、うん、よかった。え、 4% でミスんの？いやー、これはきつい。いやー、ステージ、いやー、ミスったの痛いな今の。ミコト、おーい、ミコト、ミコト、やっぱ聞こえてないのか。びっくりした。何？二度あることは三度ある。すまん、でもこうしないとミコトはなかなか気づいてくれないって。分かってきたからさ、変なとこで区切らないでくれ、文章を。ごめんね。いつもありがとう。いやいや、お礼を言われることはないですよ。こちらこそ驚かしてすいません。差し入れ持ってきたんだ。さ、休憩にしないか？そういえば、お腹空いてるかも。どうせ何時間もぶっ通しでやってるんだろうからね。ほら、いろいろ買ってきたから、好きなの選んでくれ。いや、いいね。いやー。いただきます。なんかあれだよね、プロデューサーがしっかりコントロールしてプロデュースをしていかないと、脆い、すごいカリスマの天才みたいな、マジで伝説の存在みたいな雰囲気あるよね。プロデューサーの支えがなければダメみたいな感じが、ひしひしとするのがいいよね。それで、プロデューサーは何が聞きたいの？おー、見抜かれてるんだ。え、なんで？顔に書いてあるよ。ミコトに聞きたいことがあってきたってね。まあ、やっぱイカルガルカちゃんのことだろうね、これは。もしミコトが話してくれるなら、ミコトのこれまでのことが知りたいな。そうだね。これまでって？生まれたところから？はい、すべてです。そこから聞いていいのか？嘘、冗談だったのに。いや、教えてください。生まれてから今日までどんな人と出会い、どんなことを考え、どんな風に過ごしてきたのかを。私はね、北海道で生まれて、うん、歌手になるために14歳で上京してきたの、うん、その時はまだ歌手っていうか歌いたいって気持ちでね。あ、最初はアイドル志望だったわけではないんだ。事務所で研究生としてレッスンを受けるうちに、歌って踊りたいになって。なるほど。先輩のステージを見たり、うん、後ろで踊ったりするうちに、だんだん自分のステージで誰かを感動させるような、そういうアイドルになりたいって思ったの。夢がどんどん明確に形になっていったんだね。その頃からなんだな。ミコトがアイドルを目指したのは、そうだね、誰よりストイックだね。自分の夢に気がついてからは、うん、とにかくデビューしようって必死だった、うん、上京してきてこっちの学校に通ってたけど、うん、学生時代の思い出なんて全然なくて。それほど全部捧げて打ち込んでたんだ。記憶の中はほとんどレッスン室の背景なの。ああ、笑っちゃうけど。いや、笑わないよ。それもまた一つの立派な青春だ。何回もデビューのチャンスが来て、ああ、ダメになって、その繰り返し。厳しい世界だな。だからルカとユニットでデビューして、ああ、自分たちの歌が CD になった時、夢みたいだった。やっぱりルカとユニット組んでたんだ。だけど結局、なりたいアイドルにはなれなかったの。ああ、その時はね。事務所の方針がガチガチだったのかな。それで翼プロに来てくれたのか？そう。前の事務所とはいろいろ違って、
最初は驚いたけど。まあ、かなりスパルタ系の事務所っぽいからね。でも、別に悩んだりはしてないの。あ、だって、私にはもう、これしかなくて。そうか、ルカと一緒では、ミコトさんのやりたいアイドルはやれなかったんだ。他に悩むような選択肢なんて、一つもないから。ああ。ミコトはずっとこの道を追いかけてきたんだな。前にも言ったけど、やっぱり私、目指してる通りのアイドルになれるなら、死んでもいいって思ってる。なるほどな。前の事務所では人々に歌やダンスやパフォーマンスで感動を与えるようなアイドルとは路線が違ったんだ。ああ、だから相当実力派の正統派アイドルがやりたいんだね。ああ、だから V6 とか SMAP みたいなもんだ。でも、もし選べるなら、その時はレッスン室よりステージがいいな。いや、選べるよ君なら、ステージを。大きくて眩しい。ステージがいい。なんでそんな儚く消え去りそうなんだ。一緒に行こう。大きくて眩しいステージにさ、何回でも。いやー、いいこと言った。そうだね。うん、プロデューサーを連れて行ってあげないと。連れて行ってくれ。俺も君を連れて行くから、一緒にキャリーし合おうぜ。ごちそうさま。ああ、いや、夢への力が強くなったね、ちょっと。ちゃんと恩返ししないとね。いや、こちらこそだよ。いや、負けられないっていう気持ちがさらに強くなった。うん、よかった。よし、シーズン3突破だ。見事やったぞ。どうしたのプロデューサー、そんなにはしゃいで。はしゃぎますとも。そりゃ三次審査も突破だ、おめでとう。そっか、ありがとう。よかった。プロデューサーもすごく喜んでくれているみたいだし、嬉しい。いやー、それ嬉しいですよ。それはそうだよ。だってミコトがいつも頑張ってるのを知ってるから。それからこれまでずっと頑張ってきたことも聞かせてももらったから。そうだね。うん、今までの何倍も勝ちたい、応援したい、成功させたい、上に連れて行きたいっていう気持ちが強くなってるからね。だからミコトがすごいんだぞって認められるのが嬉しくてさ。そうだね、世界中に知らしめてやろう。もちろんこれからもっとミコトの実力が評価されてほしいし、そうじゃなきゃおかしい。そうなるようにプロデューサーとして頑張るからな。ありがとう。ごめんね、これ言ってばっかりで。いやいや、いいんだよ。こっちこそ感謝でいっぱいだから。本当に結果で返せるようにしないとね。いやー、すごい背負い込むな。でも君なら間違いなくそれ以上のものを返してくれるよ俺に。大丈夫だミコト、いけるよ絶対に。大きくて眩しいステージ。うん、そうだね、行こう絶対に。うわー、マジで高まりまくってきてる。それじゃあまずはレッスン室に行かないとね。イエス、はは、さすがだな。いやー、マジで負ける気がせん。すでに、うおー、アイドルイベントブロー君、すっかり遅くなっちゃったな。ブロー君、壊れるってことだよね。やばくないか。事務所さすがにもう電気消えてるか。え、ちょっとやばくない？不穏だぞかなり。え、玄関の鍵開いてるじゃないか。え、大丈夫か。葉月さんが閉め忘れってことはないだろうし。そうだね、まだ誰かいるのか。けど電気ついてなかったよな。まさか誰か不法侵入者が。いやー、ミコト、いるだろ、これ多分。大丈夫か？倒れてたりしないか？シーズン4まで来て。うわー、ミコト？びっくりした。いやー、寝てたのかな？いやいやいや、それはこっちのセリフだぞ。どうしたんだ？こんな時間に電気もつけないで。お！今のは、ライブ映像。めちゃくちゃ朝コミュの選択肢選ぶときの映像だったけどね。俺の実況動画見てたの？うん。あ、うん。そうなの。
あ、見てくれてたんだ。この間買ったでしょ。おお。昔一緒に研究生していた子が出ていて。なるほどね。応援と勉強と自分の向上心を高めるために頑張って見てたんだ。そんなに知名度のあるグループじゃないけど。うん。でもこのライブは良かった。ああ、まあ知名度が全てじゃないよ。そうか。出ていくときに閉じまりさえすれば見ていてもいいって。うん。葉月さんが言ってくれたから。なるほどね。ここのこの大きめのモニターで見てたんだ。ここ借りていたの。うん。だけど電気つけていればよかったね。まあ明かりを消している方がこう入り込めるからっていうことでしょ。ああ、うん。てっきり誰かが事務所に侵入してるのかと思ったよ。私もプロデューサーは今日もう帰ってこないと思っていたから。なるほどね。知らない人が急に入ってきたのかと思ってびっくりしちゃった。いやでも確かに危ないから、そうだね、事務所内にいても鍵はかけといた方がいいよ。マジで本当に、はは、すまんすまん。でももう遅いし、続きは家で見たらどうだ。もちろん送っていくしさ。あのね、何、私んちブルーレイレコーダーないんだってこと。家のテレビモニターがつかなくなっちゃったの。いや、壊れたんだ。だからここで見させてもらっていたんだけど。まあそりゃそうだよね。冷静に考えたらここで残って見る必要ないもんね。家でリラックスしながら見た方がいいもんね。え、この間洗濯機も調子悪いって言ってなかったか。なんだろうね、指先から変な電波出てんのかな。そうなの。ああ、それ多分頭にアルミホイルを巻かないといけないかもしれない。一気に調子悪くなったりするけど、どうしてなんだろう。ああ、まあでもあるあるだよね。こう連鎖的に壊れていくっていうのは。確かに。だけど困るよな。うん。でもそれもそうだなって思って。ん？こっちに上京してきてからずっと使っているものだから。なるほどね。もう10年だし。まあ全部10年ものなんだったら確かにそろそろ壊れ始めても何ら不思議はないね。いろいろ。うん。いやー、これ自分のこともかかってるな。自分も14歳で出てきて10年経ってもう24歳で、まあアイドルとしては結構年は上の方の部類にはなるから、もういろいろ無理が出てきてるよねっていう、自分のことも含んでるいろいろだろうね。これはそんなことないよ、証明しに行こう。いやー、やっぱり何になってもおかしくない頃だよね。なんかあれだよね、すごいストイックだけど自尊心がめちゃくちゃ低いんだよな。まあでも10年やってきて自分のなりたいアイドルにまだ慣れてないんだから、私って才能ないのかなって思っちゃっても不思議じゃないもんね。ねえプロデューサー。ああ。この映像あと20分くらいで見終わるから。ああ。だからもう少しここで見ていってもいい？いいですよ、デレステ7曲分ぐらいなので。これで最後なの。うん、全部見終わるから。はい、わかった。見事一緒に見てもいいか。もちろんいいけど、途中からっていうか、俺はこの世に存在するアイドルのライブは全部見てるから、途中からでも何のライブのどのシーンで誰が歌ってるか全部わかるんだ。ラストのアンコールからって感じになるけど、いいの？問題ない。おお、構わないよ。どういうライブで何が参考になりそうだったのかは、ミコと送っていく車の中で話してもらうことにするからさ。いや、いいね。いや、素晴らしい。しっかりやらない。まずいな、ちょっと流行があんまり強くないから、逆にちょっとオールアイドル感謝祭とかを挟んでちょっとファン人数増やしといた方がいいね。よし、問題なくオーディションは突破。素晴らしい。よし、オーディションはもう一丁合格。こっちはレジェンド。うわー、プロデュースメントビカエム。プロデューサー、通しでやってみたけどどう？素晴らしい、完璧に素晴らしい。すごかった、完璧だったよ。そう、完全に見とれていた。本当にすごかった。でもそのくらい良かったよ。何かないの？何もない。何一つない。もっと直した方がいいところとか、良くなかった部分とか、変えた方がいいところとか。もうない。何か。何もない。何一つない。本当にこのままいったら絶対にウィング優勝できる。間違いない。これで本当に優勝できるの？できる。
できるよ。不安な気持ちはわかるし、もし今回ダメだったらもう自分は終わりだっていう思いが巫女の中にあるのはわかるけど、でも、そろそろ自分のことを信じてあげてもいいんじゃないか？完璧だったとか、一番上手って、いつも言われてきた。うん。だけどいつも、それじゃダメだった。ああ。デビューする前も後も、実力なら一番って言われて。うん。でも、重要なのはそれじゃないんだって。にこやかな表情。それぐらいか？言うとするならば。そんな。完璧じゃない方が応援したくなるし、うん、歌えなくても、踊れなくても、どんな振る舞いをしてたって。まあ、アイドルっていう商売の難しさだよね、これは。間違いなく。うん、別に、完全無欠完璧なアイドルだから、一番人気があるわけでも、売れるわけでも、なんでもないからね、やっぱり。歌も下手でダンスも下手だけど、愛嬌があったり、喋りが上手かったり、それとは関係ないところで人気になる人もいっぱいいるもんね。見た目が良くて、個性があって、うん、キャラが立ってて、押せればいいんだって。それも間違ってはいないと思うよ。そういう魅力も絶対に存在する。だけど。私には、それができなかった。ああ。だから、ルカとも。なるほどね。ルカちゃんはそういうテレビ受け、メディア受け、ファン受けするアイドルに向いてたんだ。でも、ミコトさんはパフォーマンス、圧倒的な実力で感動を与えたいんだもんね。それで決別することになったのか。ルカは今、みんなから神様なんて言われてる。神様？そんな宗教じめてんの？なんか現代っぽいね。現代結構バズった人とか、こう神扱いする風潮昔より強いもんね。プロデューサーだって、知らないわけじゃないでしょ。今のあの子も、ミコトとユニットを組んでいた時のことだって。もしも私がウィングで優勝できたとして。うん。その後も、私、本当にステージに立たせてもらえるの？立たせてもらえるよ。だって、明確に実力があって、それが売りだっていうのだって、立派な個性なんだから。また、歌が上手いだけの子、ダンスが上手いだけの子になって、それで。いや、そこにウィングを勝ち抜いた、努力した子だっていう箔がつくから。大丈夫だよ。パフォーマンスでみんなに、感動を与えるようなアイドルになりたい、なんて。なれるよ。やっぱりもう後がないって思ってるから、どん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 本番が、ウィングが近づいてきて、自信をなくしていってるんだ。本当は誰も、そんなの求めてないのかもしれない。求めてないわけないでしょ！俺がアイドルマスターにハマった理由の一個に、ものすごいパフォーマンスで感動させてきたアイドルがいたからだからね。ねえ、プロデューサー。アイドルって、どうやったらなれるんだろう。どういう言葉をかけるのが正解なのか難しすぎるな。難しいね。難しいよ。でも、それは自分で見つけていく、自分で切り開いていくものでもあるから。人からもらった答えじゃどうせ納得できないよ。うん。それに巫女はもう立派なアイドルだから。いや。求められてるよ。間違いない。さっき、ミコトのパフォーマンスにものすごく圧倒された。それで、また見たいって思った。ステージなら用意するよ。ミコトがいてくれるんだったら何回だって。それがプロデューサーの仕事だから。うん、ありがとう。プロデューサー。一回ダメでもまた次やったらいい。その次がダメでもまたその次やったらいい。いつか絶対世界中が気づくから。絶対に気づくからその魅力に。いやー、今のがシーズン4のコミュなのかよ。ウィングを優勝するまできっと笑うことはないんだろうな、本当の意味で。よし、オーディションは問題なくクリア。行くぞ、ウィングトゥルーエンドまで。よし、オーディションまた突破。よし、ラストパーフェクトダンス。これで一気に行くぞ。ミコト、ウィング出場決定だ。よかった。ありがとう、プロデューサー。俺を言うのはまだ早い。本当に感謝してる。これからだ、まだまだ。
それはこっちのセリフだよ、ミコトが頑張ってくれたその結果だから。ありがとう、ミコト。なんか、もう優勝したみたいな雰囲気だけど。できるからね。まだ、出場が決定しただけなのに。見返してやろう。今まで、君のことをちゃんと評価してこれなかった人たちを。その圧倒的なパフォーマンスで。嬉しくて、嬉しくて、そりゃ優勝した選手にもなりますよ。ようやく、スタートラインに立てたってだけ。うん。そうだよな。私はずっとここに立って、うん、同じように並んだ子たちが走り出すのを見送っていた気がする。今度は君の番だ。走り出したと思ったのにまたここに戻ってきていて。大丈夫。気がついたらもう誰もいないような気がして。大丈夫、大丈夫だ。だけどプロデューサーがいてくれた。うん。だからもしかしたらなれるのかもって思ったの。俺だけじゃないよ、日華だっている。パフォーマンスで感動を与えるようなアイドルになれる。絶対になれる。なってみせる。流行にいいか、行こう。もう行かないと。そうだね。ああ、そろそろ出番だ。ミコトがやってきたことを全部出し切ってきてくれ。うん、そのために練習してきたから。絶対に大丈夫だから。ミコトの実力も魅力も全部をちゃんと評価してもらえるように。まあここまで来たら俺は何もしてやれないんだけどな。ずっと一緒にやってきたのに今さらそんなこと言わないでよ。ああ、でもそうだね、一緒にステージに立つわけにはいかないから。背中をそっと押すよ。だから応援してて。ミコトって名前を呼んで。うん、ずっとここで見てる、応援してる。いやー、ちょっとかっこよすぎる。行け、頼め。よかったみたい、よかったみたい。行ってくれ。お疲れ様。よーし、ウイング準決勝突破だ。よしよしよし、ちょっと危なかったけどなんとかいけた。よし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 、準決勝ご視聴の皆様おめでとうございます。次は決勝です。ぜひ今までで最高の姿を見せてください。よかった。うん、問題なし。ミコトやったな。うん、でもプロデューサー、ん？もう優勝したみたいな雰囲気だけど。いやいや、まだ準決勝だから。で、優勝したようなもんだ。もうあとは今まで通りやろう。これ前にも言った気がするね。こうやって進んできたんだよ、ずっと一緒に。そうだったな、まだスタートラインに立って片足を上げたくらい。ああ、そうだね。ここを優勝した時、ミコトは走り始めるんだ。ちゃんと着地しないと。ああ、行こう。なるべく大きく一歩踏み出せたらいいな。踏み出せるよ、誰よりも力強い一歩で。くあ、もしかして今呼んだ？ボーカル一、ここで来るのか。マジか。あれ、ボーカルのラストアピールを取らないとダメだ。行ってくるね。くっそ、過酷だこれは。ああ、ミコト、ミコトはきっと実力を発揮していいステージを披露できる。うん、頑張るよ。絶対にできる。それでこれから何度だって大きくて眩しいステージに立てる。絶対なろうな、ミコトの目指すアイドルに。そうだね、そのために生きてきたんだから。うわー、絶対にこの炎を、この炎を絶やしてはならない。というかそもそも流行が不一致な、それぐらいで負けてちゃミコトの行きたいところには行けないわ。連れていく、絶対に連れていく。行こう。完璧に決めるから。お疲れ様。
うわー、ギリギリ負けたー。あー、ダメだー。くっそー、ダメなのかー。うわー、着地失敗しちゃったみたい。ごめんね。ダメなのかいやー、みこと、なんかちゃんと私らしくてごめんなさい、こんな時なのに。いやー、せっかく強く持ち始められたはずの自尊心だったのに。やっぱりあと少し。うはは、いつも手が届かないの。つはは、確かに残念な結果になってしまったけど、感動したよ、みことのステージで。そう、それならそういう人が一人でもいてくれるならまた頑張ろうって思えるのか。私がここで生きている意味もあるのかもしれないね。これで終わりなんかにはさせないから。ありがとう。うわ、慰めの言葉のつもりじゃなかったのに、そういう響きになってしまってる気がする。くそー。お前、担当アイドルのことをどう思っている。行ってきます、伝えてきます、最高のアイドルは誰なのかを。みこと、そんな顔しないの、プロデューサー。だって結果を聞いた時、応援してくれてた人たちとかプロデューサーの顔が思い浮かんだの。もっと頑張っていればって、みんなに申し訳なくて。いや、頑張ってたよ、頑張ってた。だけどみんなが私と同じような気持ちになっていないといいなって思うの。ん？たくさん練習して、あ、たくさんサポートしてもらって、たくさん応援してもらった。ああ、そうだね。私たちみんなよくやったと思う。うん。だからありがとう。本当によくやったと思うよ。ご苦労だったな。くそー、次回も頑張ってもらうぞ。期待しているからな。勝たしてやりたい、この子を絶対に。翼プロには正直まだあまり馴染めていない気がするの。まあ一人だけバリバリの経験者だしね。でもこれからだ。よーし、流行ダンス1位、いくぞ、ウイング決勝。すごい、よし、ウイング優勝きた。よし、立派にリベンジ行こう、みことさん。ウィングのその先へ、一緒に。優勝者の方、おめでとうございます。皆さんに姿を見せてください。ここがアイドルの頂点です。あ、うん。ありがとうございます。そりゃ、と夢見てきた場所だから、やっと踏み出した一歩だから受け入れられないよな。すぐには現実味が湧かないよな。ミコト、やったな、ミコト、おめでとう。本当にいいステージだった。俺本当に感動してさ、すごく心に響くパフォーマンスだったよ。うん、みこと大丈夫か。うん、ごめんね、大丈夫、ありがとう。少しびっくりしてただけ。ああ、そうか、それならいいんだけど。うん、本当によかった。ああ、よかった。この実感が湧いた時、満面の笑みの君が見れるのか。アイドルを、自分に胸を本当に張れる君が見れるのか。おめでとうございます。プロデューサーさんなら成し遂げるって信じていましたよ。ありがとうございます。
あずきさん、彼女のこといっぱい褒めてあげてくださいね。褒めてきますとも。もちろんです。レッスン場にいるのか、いや公園にいるんだ。みこと、みこと。そんなに叫ばなくても。レッスン室じゃないもんね。ごめんね、最初から聞こえていたの。いや、聞こえないふりしたらどうするんだろうって思ったんだ。なんだ、無駄に叫んじゃったじゃないか。いつもこうやって呼んでくれてたの、あ、初めてちゃんと聞けたかもしれない。ああ、それまで、これまでは本当に無我夢中で駆け抜けてきた証だよ。そうだな、ミコトはいつも呼んでもなかなか気づいてくれないから。って、こんなことを言いに来たんじゃないんだ。ミコト、ウィング優勝、おめでとう。完璧なステージだった。感動したよ、すごく。死んじゃうのかもって思ったの。ん？優勝した時、うん、今までのことが全部見えたから。走馬灯みたいになったんだ。走馬灯っていうのかな、ああいうの。やっぱりほとんど背景がレッスン室だったの。おかしいでしょ。おかしくないよ。この10年間があったから、今日というこの日にたどり着いたんだから。ミコトは翼プロに来てからもずっとそうだったもんな。そうだね、レッスン室の鏡の端でプロデューサーが私を見てた。いや、一人じゃないんだ。差し入れで膨らんだビニール袋を持って、ミコトって一生懸命呼んでいるの。ん？あのままステージでっていうのも悪くなかったかもって思うけど。いや、まだこれからだろ。でもこうやって直接プロデューサーに伝えられるからよかった。ああ、生きていこう、これからも。ずっと当たり前みたいに応援してくれてありがとうって。当たり前のことだ、本当に当たり前のことだ。大丈夫、これで終わりなんて思ってないから。ああ、スタートラインから一歩進んだだけ。こっからは全速力ノンストップで前を走ってる奴らを追い抜いていく時間だ。私のなりたいアイドルにはまだ全然慣れていないし。ああ、そうだよな。これからもっと大きくて眩しいステージに立って、たくさんのミコトが、たくさんの人にミコトが輝いているところを見てもらわないといけない。何回でも。だから、ここでステージに立って、これからも生きていくんだ。アイドルとして。もう立派な、正真正銘本物のアイドルなんだから。プロデューサー、私もっと早くプロデューサーと。ああ、うん、多分ん今だったんだね。そうだね、今だから出会えたんだよ。ご苦労だったな。ちょっと待って、もう次回も頑張ってもらうぞ。期待しているからな。ちょっと待って、シーズすごすぎるぞマジで。ちょっと待ってくれ、ルイセンに来すぎる、これはダメだ。いやー、明けたミコトさん最高のプロデュース、いやー楽しかった。本当にカリスマ性の塊。いやー、なんでこの子が日の目を今まで浴びれなかったんだ。前の事務所は何をしていたんだ。でもだからこそ出会えたという。でも、もっと上手くなれる気がするの。なれる。そう、前の事務所でこの子が花開かなかったからこそ出会えた、その喜びを抱きしめてこの先に進んでいこう。いやー、ルカちゃんとの下りはあれで終わりだったんだな。多分イベコミとかで見れるんだろうから、それもちょっと期待したいね。あ、ごめんね、今何か言ってた。いえいえ、大したことは言ってませんよ。これからの君に期待ということです。さあ行こうか、トゥルーエンド、クリオス、楽しみにしてた。
やっと見れる。どうした？あれ、ミコト、来てたのか？今日も練習だったよな。うん。だけど今日はあと1時間後からなの。ああ、1時間時間があるんだ。そうか、事務所に何か用事あったのか？少し落ち着かないって雰囲気だけど。用事っていうか。おう。ん？なんだ？誰だ？来たみたい。宅急便かな？なんか荷物が届いたのかな？あ、そうだ。そうだね、服とか CD とかが多いから事務所に置いていいよってくだりあったもんね。なんだ、デリバリーでも頼んだのか？いやー、鈍いなプロデューサー。君が言ったことだよ。なんだその段ボール。これ新しい掃除機、勝手に掃除してくれるの。ああ、 CD とかじゃないんだ。ルンバみたいなやつ買ったんだ。うん、それは箱を見ればなんとなくわかるんだけど、それがどうしてここに届いたんだ。あ、でもそうか、そうだね、結局あれだもんね、あの自分家に帰れないから受け取れないから今ここで受け取って持って帰るっていうことだもんね。うん、だってこの間、うん、通販のものを事務所に届けてもいいって言っていたでしょ。言いました、一言一句間違わず言いました。だからダメになった家電買い替えようと思って。なるほどね、もう100点満点 OK ですと。もう、ああ、もしかして事務所で受け取るのってやっぱりいけなかった？いえいえいえ、このアンポンタンが忘れていただけなので気にしないでください、本当に。いやー、確かに事務所で受け取っていいって言ったし構わないんだけどさ、ミコトが直接受け取れるなら自宅でもよかったんじゃないかと思って。確かに1時間余裕があるんだもんね。っていうか、それ結構大きくて重そうだけど、どうやって持って帰るんだ？おお、大丈夫なのか？あ、でも車でね、車で送っていってあげたらいいでしょ、それはプロデューサーがね。ミコト？実は、おう、この後テレビのモニターも届くの。ここに。もうそれはプロデューサーが運びましょう。ちょっとあれだね、やっぱアイドル活動以外は抜けてる感じ。いいね。じゃあまさか洗濯機もとか言わないよな。それはまだ注文ボタン押してないからセーフ。セーフか、そうか、よかったよ。そうだね、3つは車に乗らないもんね、さすがに。よし、まずその掃除機とこれから来るっていうモニターは車に積んで、今日の帰りミコトを送っていきながら運ぶよ。いいの？っていうか、ダメだったらどうするんだ、絶対運べないでしょ。ああ、それから洗濯機は自宅で受け取らないと大変だと思うから、スケジュール調整するよ、ミコトがちゃんと受け取れるように。それでいてちゃんと仕事もできるようにさ、練習もできるようにさ、めちゃくちゃ仕事させようとしちゃったわ今。ありがとう、うん、プロデューサー。いえいえ、当たり前のことですよ。っていうか、それ以外選択肢がないです。いや、こういうのはプロデューサーの仕事ではないかもしれないけど、でもミコトの役に立てそうでよかったよ。お、笑ってるミコト。うわ、ごめんなさい、なんだかおかしくって。いや、こんな笑ってくれたの初めてじゃないか。自分のそそっかしさもそうだし、あ、そんなことまでしてくれるプロデューサーも。あ、そうか、うん、やっぱり翼プロって最高でしょ。うん、プロデューサーが変わっているのかも。いや、確かに自分が変わってるパターンはありますね、これは。ちょっと待って、めっちゃいいな。最後にカリスマ性だけじゃない一面を見せてくれて終わりなんだ。いやー、素晴らしすぎたぞミコトさん。ということで、シーズ明けたミコトをプロデュースウイング編、もうね、ほっ本当にシーズは二人とも僕のルイセンをもう刺激しまくり、心をえぐりまくりの最強最高ユニット。もうね、ミコトさんのこのストイックさ、後がない焦燥感、そしてカリスマ性なのに低い自尊心、もう何もかもが本当にね、胸に突き刺さる本当に素晴らしいストーリーだった。この子をね、ニチカと組ませてるのは本当にね、えげつないと思います。いや、マジで楽しかった。ということで、これから次はね、この
みことさんとにちかのイベント込みを見ることになるという、もうね、素晴らしすぎる、楽しみすぎる。一体どんな胸えぐりエピソードなのか、もう絶対胸えぐりエピソードだからね、にちかとか多分劣等感丸出しだろうから、そこも踏まえてちょっと楽しく見ていきたいね。ということで、次回は生配信でいつも通りまたお送りしようと思います。それでは、またチャンネルコミュニティの方でね、放送の日程とかは貼ろうと思いますので、時間の合う方は見てくれると嬉しいです。これで全員のウィングが完了。楽しかった。本当に素晴らしいゲームだった。素晴らしいシナリオだった。ありがとう、アイドルマスターシャイニーカラーズ。では次の生放送でお会いしましょう。またね。びっくりした。いや、ごめん、大きい声出して。